トヨタ、ライズに、ダイハツ製 E スマートハイブリッドが追加したということが今話題なんですけど、まあ買う価値ないかなって、まあいらないかなって思いました。なんでかっていうと、社名の、ラ,ライス、ライズのことをライ,ライスかと思って、白米に、白米、腰光、 秋田小町にドラッグストアで売っている78円の安い納豆と卵をかけて食べる貧乏な日本人のことを表しているのかと思ったらそれは違ってライスではなくてライズで上がる、上げるからの造語で毎日を盛り、盛り上げるアクティブな車で表し、車であることを表して いるのが正しいのです。ダイハツ製の良、e、いスマートハイブリッド。ま、あのエンジンで発電してモーターで駆動する。まあ、必要ないかなって。もうエンジンならエンジンで走ればいいかなって。まあまあ中東のあたりからガソリンなんて地面からピュッピュ、ピュッピュッ出てくるので、エンジンはエンジンらしくエンジンで 走るのが正しいというふうに思いました。えー、まあ、異常な観点から、う価値はないというふうに、まあ、判断しました。はい。